はいみなさん、こんにちは、こんばんは。ここめチャンネルのショーが今日は目を覚ませ10月からの大幅値上げをお送りいたします。よろしくお願いします。まあみんな目を覚まさないといけないですよね。10月間もなくなんですが、2023年10月、大幅値上げがガン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 とスタートするということですね。え、今までもう値上げしてるじゃないっていう人がいっぱいいますが、今までの値上げはもうほんと子供のお遊び、もうほんと準備運動なんですよ。 もう全然ですよ。あな、値上げのうちに入んないですよ。え、嘘。だってすごい高くなってる1500円のものが2000円になっちゃったんだよ。そんな1500円のものが2000円って500円しか上がってないじゃないですか。10月からの値上げ、もうひっくり返りますよ。始まる。これはね、必ず始まる。間もなくね。もうみんなぶっ倒れますね。現にイギリス先行して値上げ、値上げ、値上げで、もうみんなヒーヒー言っちゃってる。 給料ちょっと上がってるんだけれども、全然ね、物価の値上げに追いつかないんですよ。値上げがひどすぎてしまってね、何もかむですよ。まあ、一力よりもね、ガソリン価格とか電気代、ガス代はいいんですよ。ちょ、ちょっとね、あの、ブワーンと上がって、ちょっと下がったんですよ。でもちょっとしか下がんなくて安定しちゃってるの。だからもうね、元から見たらすんごい高いんですよね。それによって何が起きてるかっていうと、いやいやいや、もうお店がね、どんどん潰れてしまってます。 フィッシュチップスのお店、もう3000件程度潰れましたから、1年間で。3000件ですよ。すんごくないですかあのー、まあ、お魚の白身ね。白身魚のフライ。で、あとは、ポテトの、まあ、あの、スティック的なポテトですね。そのフライ。この2つのフライと、まあ、レモンが添えてあるお店もある、なし。まあ、結構多いですけど、まあ、レモンをかけて食べるんですよね。 ま、それだけの話ですけども、ま、なんてことはない。もうなんだろう。あの、もう海り弁の上だけみたいな感じですよ。のり海弁の上だけ。どんなご飯ねえ、いやだけど、本当に、それがね、700円前後で食べれたんですよね。いい時代だったですよ。今はね、あの、高くなってしまって、ま、どれもこれも1000円、日本円で1000円、1500円超えちゃってるんですけど、高い店だとね、2800円。海り弁の上だけが2800円。 いや、とてもじゃないけど、いや、もうちょっともう勘弁してよって言って、それが払えない人が出ちゃってるわけですよ。いや、食べたいんですよ。食べたいんだけど、2800円、昼ご飯にそれ、買えないんですよ。お金がなくなっちゃって。だから、どんどんお客さんがいなくなって潰れちゃってるの。えじゃあ、値上げしなきゃいいじゃん。いや、値上げしないと、もうまるでボランティア。もう全然利益出ないんですよ。なぜかっていうと、フライだから油使うじゃないですか。ね、その、油がね、 あの、フライヤーの油、いっぱい入れるんですよ。もうお客さんがいっぱい来るから、どんどん上げなきゃいけないから、その油がね、ものすごい値上がりしてるの。3倍ぐらいの値段になってますよ。だから、やっていけないですよね。白身魚も上がってるしね。これはね、もう電気代も上がってるしね、もうめまいクラクラですよ。本当に。だからね、閉店し,してしまってね、やめてしまったお店がいっぱい出てきてるんですよ。だから3000件にもなってしまったんでしょうね。 あと、続々とね、亡くなっている。イギリス、ロンドンなんか中心にね、伝統的なパブっていうお店、いっぱいあるんですよ。あの、ちょい飲み屋ですよね。まあ、日本で言ったら、まあ、立ち飲み屋みたいなね、立ち飲みみたいな感じのお店、いっぱいあるんだけど、どんどん潰れてんの。もう本当に。それもね、 まあ、千円二千円あったらね、あの、軽くほろ酔い気分になるぐらいのお店あったんですよね。ちょっとおつまみが一個二個、ね、なんか一品二品ついて、まあ、ビールとかウイスキーとかね、まあ自分の好きなお酒飲めるんですよ。で、それでまあ二千円も払えば十分だったんだけど、今ね、五千円前後ないともうどうにもなんないですよね。立ち飲みで。いや、きついですよ。まあ、立ち飲みって言っても椅子あるお店もありますけども、カウンターでね。 だけど、5000円を毎日のように仕事帰りにっていうのはちょっと無理なんですよね。まあ、当然削って1週間にね、もう毎日のように3日、4日、5日と言っていたものを1日2日にしちゃってるから半分ぐらいになっちゃってる。当然お店の売り上げ半分以下になってるわけですよ。どんどん潰れちゃってるの。もうどんどんもうクローズですよね。もうお店なくなっちゃってるんですよね。これあの電気代も上がってるしね。で、あの客単価を上げたら当然お客さん今みたいに来なくなっちゃう。 で来なくなっちゃうと売り上げ下がっちゃうし利益減っちゃうじゃないですか。もう悪循環なんですよね。だからもう潰れちゃったの。で、潰れちゃうと、そこの、例えば働いていた従業員とか経営者っていうのは困るわけですよね。仕事がなくなっちゃうから。いやじゃあなんかでどっかで働くかって言っても、もう今ね、仕事がないの。いい仕事ね、埋まっちゃってないの、イギリスって。で、製造業も売り上げがどんどん落ちてるの。で、製造業で、じゃあ工場かなんかで何か電子部品で何か組み立てる簡単なそういう仕事の、 工場で働こうかなと思っても、その仕事すらないどころか、もう工場も削減してるわけ。人員を。リストラ。もう景気が悪くなっちゃって売れないのね。だからどん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 工場も縮小してるの。いや、これはね、とんでもない方向に動いてますね。まあ、どんどん加速していくんですよ。でもそれって、あの3ヶ月半年後の日本の姿なんですよ。 もうそっくりそのまんま社会とか経済状況、イギリスの後もなぞるように進んでるので、これから日本そうなっていくんですよ。だそのきっかけが10月からのあらゆるものの値上げスタートなんですよ。今までの値上げ、もう子供のお遊びですよ。ね、ちゃんちゃらおかしい値上げだっていうことですよね。これからの値上げに比べたら、あの値上げなんか大したことなかったじゃないってぐらいの、大したことない値上げなの、今までの値上げは。もう10月以降ひっくり返りますよ。 全部だからね。何もかも。だからね。これはね、入ってくるお金が上がんない限り、ちょっと生活がね、行き詰まってしまう人が続出するね。イギリスみたいにね。で、イギリスは続出してしまって、家賃まで上げられたから、家賃が払えないじゃないですか。電気代も高いし。だからこれはね、あの、もう、いや、無理だな。これ借り、借りてるの無理だから出てかなきゃいけないって言って、契約解除して出ていっちゃってる人いっぱいいるんですよ。で、挙句の果てに、ね、 あの、道端でテントを張ってね、その中で暮らしている、もう18歳、19歳の男の子、女の子とかも増えちゃってるんですよ。かわいそうにね。18歳で外でテント暮らしですよ。増えてるんですよ。いや、厳しいですよね。うーん、だからね、悪い仕事に誘われてそういう方向に行っちゃう子もいるでしょう。出てきちゃうんですよ。こういうね、あの状況になると。だから社会が悪くなっていきますよね。どんどんね。まあ日本もそういう方向に行きますよ。 これから。だって、日本の場合もっと早く加速していくんですけど、その理由としてはね、お給料が上がらないんですよ、なかなか。ね、海外みたいな、アメリカみたいに交渉すればちょっと上げてくれるっていう感じじゃないじゃないですか、日本の会社って。あの、じゃあ、かわいそうだからちょっと上げてあげようかぐらいの会社ありますよ。ね、だけど、ちょっとしか上がらないんですよね。え、ちょっと待って、そんなちょっとしか上がらないのっていうぐらいしか上がらないので、 やっぱり社会的なね、あの今の値上げには対応しきれないんですよね。生活がやっていけないんですよ。だからこれ日本もね、あのー、ある、まあこれから10月どんどん値上がりしていくんですけども、来年の2月、3月、4月、5月に向かってね、どんどん上がっていくんですよ。下がることは一切ないです。上がり続ける。5月、6月ぐらいまでは上がり続けるよね。で、その上がり続けていく中で何が起きるかっていうと、 やっぱ家賃とか電気代とかでもうアップアップしちゃうので、まずは最初人がやることはね、イギリスもそうなんだけど、まあ、あの、カードで、クレジットカードで買い物するかお金を借りるんですよ。で、最初はそれで2ヶ月ぐらいしのげるわけ。だけどクレジットカードも満額になっちゃうでしょ、すぐにね。もうこれ以上借りれないっていうぐらいまでクレジット使っちゃうから。そうすると、もう今度3ヶ月目から支払いもできないし、家賃も払えない。 いやーもうダメだって言って、もうそこ出ちゃうんですね。もう賃貸の家賃払えないんで、もう出るしかないと。電気代も払えないし、もう生活していけないと。で、出るとどこ行くかっていうと、まあ、イギリスではね、あの、まず、あの、一般的には多くの人は親元に帰ります。あの、親がいなければ、親戚のおばさんでも誰でもいいから頼って、もう本当にごめんなさい、頼りにしたいの。 あの、そこに一部屋空いてたら住まわせてって言って泣きながら、で、おばさんも、いやーかわいそうだし、まあしょうがないかと思って、うん、じゃあ仕事が見つかるまでねっていうような約束をして、じゃあそこ空いてる部屋にいいわよ、住んでも。ということで、住まわしてもらう。まあ転がり込むっていう話ですよ、日本語で言うとね。転がり込むんですよ。で、それができる人はまだいいんですよね。できない人いっぱいいます。じゃあできない人残りどうするのか。 友達の家に転がり込む。やっぱり転がり込むんですよね。コロコロとね。で、友達がいい友達で、いつまでいてもいいよって言ってくれる友達もいるんですよね。まあなんか人間ができてるっていうか柔らかいっていうか心が広いっていうかね、もう神様仏様じゃないですか。本当にね。だけどそうじゃなくて、あんたいつまでいるのっていう友達もいますから、いやーもう転がり込んだはいいけど早く出てかなきゃいけないなっていうことになるじゃないですか。で、 どっちもね。要するに、まあ、親も親戚も友達もいない。転がり込めない。みんな断られた。どうするか。最終手段ですよ。最終秘密兵器ですよ。テント。テントで、安いテント3000円ぐらいの日本円でね、3000円ぐらいのテント買って、もうどこでもいいから。まあ、道でも、ああ、そこテントいっぱい張って、みんなそういう人たちがいるんだっていうところに、空いてると,と,ところにね、あの、ここいいですかとか、おいいよとか。 テントを張ってそこで暮らしを始めるんですよ。いやー、悲しい、辛いね。雨が降ったら嫌だね。外にも出れないね。雨が染み込んでくるかもしれないから不安で眠ることもできないね。なかなかね。そんな暮らしなんですよ。で、これから冬に向かっていくから寒くなりますよね。テントって言ったって、なんだか生地なんだか、綺麗なんだか、なんだか紙なんだかわかんないような、ビニールなんだかわかんないような、薄い、薄い、薄いの一枚でしょ。寒いですよね。当然ね。 で、寝袋かなんかあるのかな中にね。で、それにくるまって、毛布か寝袋に。この、ものすごい寒い冬を過ごすわけですよ、今年の。寂しくないですか悲しくないですかこれは。いやー、日本もそういう状況が迫ってきてるんですよ。でもね、日本人って、あの、欠点を言えばですね、そうなってみないとわからない。という人がいっぱいいます。 で、日本人がどういうふうに考えてるのかなと思って、あっちこっちいろいろ見て情報を収集してるんですけども、意外と多いのが若い人で。いや、俺平気だよって。え平気なんだ。経験が悪くなって、なんか社会がおかしくなっていっても平気なのか、なんでだろうと思って、その人のブログ読むんですよ。読んだんですよ。昨日ね。そしたらね、俺、投資やってるし。といやいや、投資やってて今まで。いや、本当はっきり言うけど、今まで、まあまあ、 あの、もう、緩やかに上がってきてたんでね、株とかいろんなものも。安定してたの。だから、あの、今まで、例えば、あの、もう、為替だろうがね、FX の為替だろうが、株だろうが、とりあえず、まあまあ、順調に上がってきたり、安定して、あの、変動してきたんですよ。要するに、為替は、円安に向かって緩やかにね。だから、 あの、ドル円でも、まあ、ドルを買っていれば上がってまた売って、お、利益出た。またドルを買って売って、お、利益出た。それはずっと上がってきてるから。10月からめちゃくちゃになるんですよ。これを何回言ってもみんなわかんないんだよね。投資してるから大丈夫だって。それは今まででしょいやいやいや、今までのものなんか全く役に立たない、もうとんでもない荒れ狂った世界が始まるんですよ、10月から。これはね、ちゃんと聞いた方がいいですよ。 とんでもないことになるの。あれ狂うわけ。だ投資でうまくいくなんて全部飛びますよ。飛びます飛びます坂上二郎助けて二郎さん天国の二郎さん、助けてよそういう人たちを本当に言うこと聞かないからね。いや、飛ぶんですよ。本当に。株だってどうなるかわかんないしね。FX だって、為替だってどうなるかわかんない。もうランダムな、もうめちゃくちゃな上がり下がりするかもしれないですよ。これから。そうすると、やっぱりね。 海線、山線の人以外はうまくはいかないんですよ。うんと。とてもじゃないけどねあの、それを乗り越えて利益を出してコンスタントに出していくっていうのは、よっぽどすごい人じゃないと無理だと思いますよ。だからね、今まで投資でうまくいって、もう月に5万、10万軽くなってたからとか言って威張ってる人、地獄を見るよ、本当に。本当の話だよ、10月から。 これわかんない。まあ、なってみなきゃわかんないからね。本当に。もうなってみて初めて、うわ、いったなってなっちゃうんですよ。で、その時になって、さっきのイギリスと同じですよ。本当に。イギリスでもみんなそうだったのよ。イギリスでも、あの、そういう人いっぱいいて。やっぱり、あの、大丈夫だよって楽観的に構えてたんだけど、やっぱりなってみて、もうクレジットカードでお金借りたり買い物しまくってね。で、クレジットももう満杯になっちゃって、 もう返済もできなくなってね、とんでもないことになって、ドカーンってなってしまった人が、ものすごいいっぱいいて、今もう200万人以上なってるじゃないですか、そういうふうにね。で、そのうち、さっき言ったように、まあ、どっかに転がり込んだ人は良かったんですよ。で、転がり込めない人が外でテント張ってるんで、外でテントで暮らしてる人、ものすごい増えましたよ。もうびっくりするぐらい。もうあっちこっちテントだらけだからね。これが、あの、大英帝国。 ねえ、大ブリテン帝国、イギリスかっていう感じですよ。いやー、でもその後追ってるんだよ、日本は。その後追いながら同じことが起きるんだよ、時間差でね。必ず起きる。うん、だから、これは10月から始まっちゃうわけ。まあ、10月すぐにね、テントだらけはならないよ、それはね。だけど、まあ、今年の冬を超えてね、まあ、電気代もすごいかかる。その12月、1月を超えて、来年春ぐらいはもう危ないね。やっぱり日本でもあちこちテントができてきて、 いや、どうしたんですかなんてニュースに出てね。いや、実はお金がなくなってカードでなんか最初はあの、死のごうと思ってたんですけど、そのカードすらもう満杯で使えなくなって返済ができなくなって、検討していくと始め落ちた。なんていう風になるんですよね。そういう人がテレビになんか顔面にモザイクかけながら出てくることになるんですよ。本当に大変な時代になるんだけど、なってみないとわかんないんだよね。でもなる前に食い止めなきゃいけないでしょなる前に食い止めるの。 もう本当に、もう、自動車の事故だってそうでしょう。なる前に食い止めるの。なる前にどうにかするんですよ。安全を確保しないといけない、なるべくね。それでも、あの、起きちゃう場合はありますよ、それはね。だけど、努力しないよりいいね。何にもしないよりいい。あの、成り行きに任せて、なんとかなるんじゃないのなんともなんないよ、本当にね。全くならない。そんなデタラメな人生歩んでいると、とんでもないことになるんで、計画しなきゃいけないんですよ。計画には、 想像力が必要。想像して、今のイギリスの話、そっくりそのまんまコピーしたように日本で始まるので、なるほど、そうなるのか。じゃあ自分は一体何をすればいいかって考えていかないといけないわけですよ。じゃあ何をしたらいいんだ。うん、今のところ自衛で細々と、ね、生体院をやってるんだけど、個人的に。大丈夫かな大丈夫なわけないでしょ、だって。生体院なんて最初に切れるものじゃない。ねだって家賃も上がっちゃって、 ねあの、電気代とかガス料金とか水道代上がっちゃって、食料品が上がって、いや、ちょっと待ってきついなぁ、余んないぞ、毎月お金がって思ったときに、じゃあ何から切っていこうかなって言ったら、生態とかトレーニングジムって切りやすいじゃないですか、行かなきゃいいんだもんだって。で、行かなくたって、別に大したことないですもんね、体に。トレーニングジム行かなくたって、家の中で畳1枚あれば、腕立て伏せかなんかやってらいいんしスクワットとか。 あの、トレーニングジムで、ね、あの、一週間に一回鍛えるより、毎日スクワット1000回やった方が、どれほど体丈夫になるかね。畳1枚ありゃいいんだもんね。スクワットなんか、腕立ても。毎日スクワット1000回、ね。あと、腕立て1000回。猪木だよね。猪木さんすごいよね。だってもう、あの何、何 もう年齢上行ってずっとね、亡くなる直前までスクワット2000回やってたんでしょ毎日。すごくないですかあの、ご病気になるまで、スクワット2000回。いやー、元気があれば何でもできるっていう猪木さんのあの名言、その通りだと思いますよ。やる気があって元気があればね、畳1枚あれば、そこで何でも運動なんかできるの。あの、自分の体。つまりあの、なんか物でね、ジム行くと物をガッシャンガッシャンやって運動するから、運動した気になるじゃない。 関係ないんだよね。畳一枚あれば自分の体重で重力で負荷かけりゃいいんだから。重力なんかただだよ。地球回ってるから。<laughs> 地球回ってるから重力ただなんだそれね。いや、本当にそんなの。自分の体の重力で、あの、要するにそれで負荷かけりゃいいの。体に。筋肉つくしね。体も柔らかくすればいいの、それでね。 まあ、それがね、でもなんか人間ってお金を払って毎月行って会員になってガッシャンガッシャンやって、コーチのトレーナーのね、あの言うこと聞いてってやると、なんか運動した気になるんだよね。それでエレベーターとかエスカレーターばっかり使ってたら、なんの意味もないよね。普段から階段全部登ったり降りたりして、ね、あの朝起きたらまず腕立て旋回とかやりゃいいじゃない。なんでしないのそれをね。それはね、わかってますよ。それは。それはね、あの、 めんどくさいから。<laughs> めんどくさいんだよ <laughs>。めんどくさいの。なんだけど、ジム行ってお金払ってっていうのはなんか、ちょっと形としてかっこいいからやるんだよね、みんなね。なんかスマートな感じがするんでしょ間違ってるよね。これからだからもうできない時代やってくるからね。うん、だから、これはね、個人トレーナーとか、生、まあ、体とかね、エステとかね、なんかリンパな、あの、マッサージとかしアスとかね、やってらっしゃる方、サービス業じゃないですか。 これはね、あの、よっぽどお客さんをちゃんと固定して、あの、確保しないと、あのみんなそうやって困っちゃうから来ない人、まあ、来れなくなっちゃうんですよ。来れなくなっちゃう人が増えるので、やっぱり情熱を持ってお客さんに接していかないと、お客さんガタベリになりますよ。これ間違いなく本当に10月以降ね。もうだから急激に減っちゃって、あの、やっぱりちょっと申し訳ないんですけど、キャンセルでっていう電話がバンバン、あの、かかってきちゃったり、あの、メールで予約だったらそういうのが来ちゃう。だからね、これはね、厳しい時代に入っていくんですよ。 でもなってみなきゃわかんないとか言ってるようではいけない。もう間違いなくなる。なる。もう断言する。なる。なるんだから、前もって先回りして、今からちゃんと準備して用意しとかないと間に合わないですよ。んだからそういうね、サービス的な仕事をされてる方は、気合い入れないといけないよね。本当のお客さんが、いや、待て待て、あそこにはお金をかけてでも行く価値があるから、どうしてもあそこに行かなくちゃって思わせるような、思えるような、あの、ことをやっていけばいいんですよね。そしたら来るから。 減らないからなかなか。それでも減りますよ。だけど、あの、また新規で開発して開拓してお客さん引き寄せられるじゃないですか。だからね、それぐらいじゃないといけないね。自分にものすごいカリスマ的な何かを持ってないとね、これからね、潰れちゃうし、ちょっと危ないね。だってイギリスのパブって、やっぱりそこにパブがあれば、その周りの工場とか、あの、まあビジネスマンとかね、帰りに、そこに寄ってみんなでワイワイ言いながら、 日本円で2000円ぐらいは落としてったんですよ。毎日のように。それがなくなっちゃったんだもん。それすら。それができなくなっちゃったの。まあ、あの、単価上がったのもあるけどね。5000円ぐらいに。だけどもう、お給料がそんなに上がってないから、それがね、できない。そういうサイクルで生活が。だからパブ、どんどん潰れちゃってるわけ。だって去年1年間で潰れたよりも、今年半年の前期だけで潰れたパブの方が多いんですよ。イギリスは。かなりの不況ですよね。物語ってますよ。 で製造業の、ま、あの、受注生産高ってのは出たんですけど、おとといね。もうガタベリ。だから、いかに需要がないか。あらゆるものに。いや、需要がないんじゃないんだよね。本当は欲しいんじゃないのかな。そのパソコンとか新しい車とかね。だけど、買えないんですよ。お金が速攻まで回らないの。そっちに。だ同じことは絶対起きます。日本で。うん、だからこれはね、よっぽどね、気を引き締めて、 気合い入れてかかんないと、10月以降やられちゃいますよ、必ず。これね、必ず来るからね、10月以降なの。今までの値上げなんか全然大したことないし、今までの値上げで、ね、今までの値上げでね、あのー、影響を受けて、いや、お客さんが来なくなったよね、なんていうとこ、本当危ないよ、10月以降。だってまだ、序の口だったのに、まだ本格的な値上げじゃないのに影響を受けちゃってるんだったら、よっぽど危ないよ、それは。 じゃなくて、今までは平気で、いや、うちは変化ないなっていうところで、10月から始まるから。本格的に。対策しないといけないね。本格的にねで。今まで大丈夫でも全然大丈夫じゃないですよ。うん、あの、必ず影響を受ける。全部。全業種ね。これはよっぽど気合入れていかなきゃいけないね。だから、あの、セミナーとかでね、食ってる人、これも危ないよね。あの、セミナーを開催したりして、まあ、インターネットで開催したりね。 あの実際に、まあ、来てもらって開催してる人、今までは高いお金取って、まあ、セミナーで人が聞いてってできたけど、これからそのお金がないからね、払えないから、やっぱりそういうセミナーを受講するっていうことができなくなるよね。うん、だからそれで食べてってる人は、ちょっとねあの、いろいろ新しい商品考えるとか作戦考えないと、やっぱりそれはそれでうまくいかなくなってしまいますね。かなりきついですよ。ものすごいね。 厳しい。これから本当10月からそれがね、あの、今までじゃないよ。今まで以上に加速していくんですよ。値上げの幅も大きいしね。で、全業種にわたっていきます。全ての業種。今までは食料品上がったりとかね。まあ、ちょっとあの、家の設備関係が非常に高いとか。ちょっとあの、差があったんですよ。強弱が。ないよ。10月からは全部。もう全部あらゆるサービスも商品も何もかもグラーンと上がっていきますから。 そりゃめまいしますよ。めまいの世界へようこそ。本当に大変なことになりますよ。でもね、それってなってみないとわかんない人多いけど、もう10月来ちゃうからね、私にも止めらんないしね。うん、だからこれはね、本当あのー、人にはね、必ず能力があるんですよ。能力。で、どういう能力があるかっていうのを、その人が自分で見つけないといけないんですね。で、あのー、 おそらくはね、日本で一番二番になれるぐらい磨いていけばね、素質を持ってるんです。みんな、全員。だけどみんな同じようなことを一様に、例えばの子供の時日本人って結構ピアノとか英語とか習う人多いじゃないですか、子供で。あの、まあ、習うっていうか自分からじゃないんだよね。親が習わせるんだよね、ピアノやったの。でも、ピアノの才能がある人なんていうのは100万人に一人いるかいないかなんですよ。宝くじに当たるかどうかじゃないですか、それって。 一等にねいや。ピアノはそこそこ弾けるようにはなりますよ。それは言ってればね。練習すれば。そうじゃなくて、ピアノで食べていけるように人を、万人を感動させるピアノが弾けるかどうかっていうのは、100万人に一人ぐらいしかいないんですよ。だったら、ものすごい可能性低いじゃないですか。宝くじで一等当たるぐらいだから。ということは、他に才能があるのに、 ピアノに時間を割いて、ピアノを一生懸命やるんですよ。そうすると他の才能が見つかんない間に、全部ピアノに集中しちゃって、時間が過ぎて大人になってしまうんですよ。そうすると、ああ、もうじゃあ普通の会社で働いて、まあ、うん、そっか、役所で働いて公務員がいいかなとか、そういう選択になってしまう。まあそれはそれで悪いって言ってるわけじゃないんですよ。まあその人の人生だから、まあ自分で選んだんだからいいでしょでもね、 子供の時とか、もう大人になってからもそうだけど、自分にたった一つある、もう全国日本で一番になれるぐらいの才能に気がついて磨いてったら、早く芽が出るし、早く上達するし、本当に日本で一番二番になって食べていけるんですよ、それで。それを見つけないといけないのに、みんな見つけないでいっちゃうんですよね。同じことするから。英語習ったり、ピアノ習ったり。そうじゃないんだよね。 自分の何かがあるんだけど、経験してないからわかんない。やってみてないから。まあだからそれがね、見つからずにずーっと歳をとってそのまんま天国行っちゃう人ばっかり。残念だよね。自分のその素晴らしい能力があるのにね、気がつかずにそれを磨くことも表に出すことも、ね、その才能を発揮することもなく、あっちの世界にね、行ってしまうわけですよ。 だそれはあってはならないことなんですけど、多いね。まあ多いっていほとんどそうなんです 99.。99.9%ね。もったいないですね、見てるとね。同じようなことをやったってうまくいくわけないじゃないですか、だって。違うんだから、人間が。自分にある本当の能力は何なのかっていうのを、まあ見つけて、それを発揮して出していけば、もう後からお金なんかいくらでもついてくるんですよ。お金は後から儲かります。 でも、なんかね、頭がなんかお金になっちゃってる人いるんだよね。頭が十円玉に。<laughs> 頭十円玉。丸いってことじゃないですよ、皆さん。ね。いや、分かってる <laughs> 分かってるね。あの、頭がね、お金になっちゃってる人は、え、でもそんなあの、自分の才能を探して、本当にそれで食っていけるんですか食べていけるんですか将来とか、最初から答えを求める人いるの。いや、その人はもう論外だね。ダメだね。失格だよね。だって、 最初から、その自分の能力を見つけたら、それで本当に食べていけるかどうかを確認してどうすんのその。それを確認しないとやらないってことだって確認したって誰の保証も得られないじゃないね。誰かが言ったら、そうなんだなと思って、保証を得られたと思ってやるのだってそんな人の言ったことなんか嘘かもしれないじゃん。そ,そんな自分で考えるんですよ。自分で判断して。いや、私はこれがある。絶対これだ。うん、自分でわかる。 っていうまで自分を分析しなきゃいけないよね。で、自分を分析した結果、自分にはどうやらこの能力が長けてる。かなり人いるもある。これで行こうって言って。で、それで頑張ってがむしゃらにやっていけば、いつの間にかお金はいっぱいザクザク入ってくるんですよ、後から。本当ですよ、これ。だから先にね、お金が儲かるからこれやろうとかやってたら、まあ失敗するね。最初ちょっと儲かる場合もあるけれども、まあやがて失敗します。そういう人は。それはだってあの、 お金が目的になっちゃってるじゃないね。目的はお金ではうまくいかないんですよ。物事って。もうほんと純粋に、私はこれが好きだからやるんだ。これが好きだからみんなに見せたいし、みんなに見てもらいたいからやるんだ。と思えばうまくいくよね。ひたすらそれをやっていけば。で、気がついたらいつの間にか、うわ、すんごいことになっちゃった。なんだか売れまくっちゃって。えぇ、ー、すんごいってなるんですよ。でそれでいいの順番は。順番それじゃないとうまくいかないんですよ。 だから自分の好きなこと、能力のあることを一生懸命やっていくっていうのでいいんですよ、うん。だからね、まあでもそれができないよね、みんなね。ほとんどの人は。なんかあの、頭十円玉になっちゃってるんで。<laughs> 頭十円玉。あの、十円玉になっちゃってると、あの、それで食べていけなかったらどうしようとかね。あの、食べていけない場合はどうしたらいいのとか、そんなことばっかり考えちゃうの。そんなこと言ってたら、ねえ、歩いてて上、上からね、あの、 トンカチョが怒ってきちゃったらどうしようとか、そんなことばっかり考えながら歩かなきゃいけないじゃないですか。そんなことばっかり考えて生きてる人いないでしょ、世の中にね。いるかいや、いない、いないよね。あ、いるな、だけど。なんかあの、自分がね、あの、病気になったらどうしようかとか言って、あの、生命保険にいっぱい入る人いるんですよ、私の身の周りで。いっぱい入ってんの。いっぱいかけてるわけ。で、病気になったんだよね、この間ね。3年ぐらい前から、あの、重い病気になったの。で、日本人が良くなるやつね。ガーンってなっちゃうの。 あの、その病気になると、あの、もう目は、ま、目いがしてね、ガーンってなっちゃう病気になったんですよ。そしたらね、あの、その人の言ったことは、やっぱり私って先を見る目があったって。まあ、女の人なんですけどね。え、な、なんでですかって言ったら、だって、もうこういう病気になると思って、生命保険にいっぱい入ってたから、ものすごい私って、なんか幸運よねって。いや、幸運じゃないと思うんですよね、それね。幸運と違うんじゃないのかな。 なんかそんな風なことばっかり思ってたからそんななんか引きずられてそっちの方向に行っちゃった感じはあるんですよ。まあそうじゃない場合もありますよ、もちろんね。あの体質とかね。だけど、なんかね、そんな気がしてしょうがないですよ。人間ってあの思った方向に引きずられるんでね、プラスでもマイナスでも。だからプラスのことばっかりを思い描いて、それにひたすら頑張って向かってる人って、まあ成功していくわけですよ。だけど、マイナスのことばっかり思う人もいるの。 あの、こんななっちゃったらどうしよう。毎日こんななったことが起きたらどうしようとか。あの、毎日こんな風な病気になったらどうしようとか。そうするとね、不思議な話ですけど、そっちの方になるんだよね。で、いや、だけど、保険に入ってたからすごいラッキーとか言って、いや、ラッキーじゃないと思うんですよね。それって、自分で作り出した世界なんじゃないかと思いますよ。あの、そうじゃないのもあるんですよ。そうじゃないのもあるけれども、でもそういう方も多い気がしますね、見ていてね。 まあ自分の選んだ人生ですからね、どっちの道行くかはまあ自分の考え次第思い次第なんですよ。それはそれでいいんですよ。いいんだけど、みんなに力があるんですよ。いろんな力が。でそれを発揮せずに終わってしまうっていうのはなんかもったいないなっていう感じで、いますね。見ますね。そういうのをね、あの、よく見るんですよ。そういうね、あの、終えちゃった人、あっちの世界にそれで行っちゃった人をね。 本当にあの人生で良かったんだろうか楽しかったのかなと思いますね、いつもね。うーん。で、そういうあの亡くなる際にね、あの亡くなる寸前にそういう方に何人も病院にお見舞いに行ったりなんかしてね、お会いすることもありました。多くの人がこう言うんですよ。今までの人生何だったんだろうね、思うように。なんかあなたを見てると好きなように思うようになんかやってて羨ましいな、とか言って。 この間もね、80歳ぐらいの方でしたよ。私なんか、なんだろうな、何やったかって言ったら、何にもなしえてなかったし、まだなんか、まだなんかやりたいなって言いながら、泣きながらですね、あっちの世界に旅立たれていきましたけども、多いですよ。あのそういう方、すんごく多い。男の方も女の方もね。あの なんかもっとちゃんと自分の思うように自由に生きればよかったなってみんな言います。同じようなことを、ほとんど。いやー。そう思うんでしょう。最後の最後に。それって、よかったの <laughs> いや、よくないよね。だからね、そんな時になんないとわかんないんですよ。いやいや、それじゃ遅いでしょ。今回の10月もそう。10月になって、10月、11月、12月、1月ぐらいまで、 なってみないと経験してみないとわかんない人ばっかりなの。ところがそんななって経験してからでも遅い。もうカードの借金も満額になっちゃうしね。もう手遅れ。じゃなくて今。今しかないですよ。今。今でしょってね。あの、林先生でしたっけあの方の本当言う通りですよ。今やるしかない。本当にね。頑張るしかないですよね。気合い入れるしかない。で、ダメな人、あの仕事を、 できない人。あの、一見できるように見えるけど、絶対できない。未来失敗する人の、あの、まあ、パターンっていうかね、そういう人の特色っていうか特徴あるんですよ。今日、やれる仕事を明日に回す人。これダメだね。全部。明日の仕事でも今日できるものがあれば全力でやってしまうんです。全部。本当に。あの、全力でやれる能力がないから明日に回っちゃうんだよね。 でそれは能力の低さが表してる。それを本当に。気合入れてやればできるんだよね。ああ、やんなきゃいけない仕事があった。よし、今日やってしまおう。これですよね。とにかく時間が長くかかろうが、もうエネルギーを使おうが、やるだけやるんですよね。で、納得するまでやって終わる。もうこれしかないですね。いくら時間がかかろうが何だろうがね。 うん、だからあのブラック企業とか言ってるけどそうじゃない。自分でブラックに染まっていくんですよ。自分から。自分からブラックに突入して、本当自分ブラックですよ。本当に。それで気合い入れて毎日こなしていくんですよ。だって私あの365日1日も仕事休んだことないですよ。全く。あの仕事ちゃんと今やってるんですけど、毎日ね。あの、お正月も何もないですよ。一日も休みでずっとですよ。もう何十年も、1日も、 あの、大晦日も正月も一日も休んだことないんですよ。でも、まあ、ずっとそれで来たんでね、あの、何の自分でも不思議も何にもないですよ。あの、病気もしないんでね、怪我とか病気もしないので、ずっと365日仕事してます。だから YouTube をね、こうやってあの、最初からご覧になってね、いただいてありがとうございますね、本当にね、あの、 まあまあ、長いお付き合いになってると思いますけど、もう、もうちょっとで1年ぐらいですかね。もうちょっとで1年経つんじゃないかと思うんですけど、よく覚えてないんですけど、過去のことあんまり断らないんで、よく覚えてないんですよ。で、あのー、休んでないんですよ。あの、バンされちゃったことがあった間、ちょっと1日2日ね、まあ、ラジオになったり、いろいろ、じっとしてらんないので、まあ、すぐラジオをやったりとか、FC2 で、あの、始めたりとかしてるんですけども、あのー、 まあだからずっと個人的に自分からなんか休みを取って YouTube も休んでるとかね、一切ないですよね。だから始めたことは毎日続けないと、なんか気が済まないですから、毎日やってるんですよ。うん、だから、とにかくね、なんか休みの日とか決めて、あの、ゆっくり休んでっていうのはないんですよね、自分の中に。あ、そんな気合いの入ってないね、なんかことできないですよ。<laughs> 本当にや、やるんだったら毎日ガンガンやんないとね。まあ、 いろんな人いますけどね。エネルギー不足じゃないのみんなね。頭十円玉。<laughs> 頭十円玉。ごめんなさいね。本当にね。頭十円玉にならないように頑張りましょう。皆さん。応援してますからね。天国の二郎さん見てますよ。ね。飛んじゃいけませんよ。飛んじゃいけませんよって言ってますからね。こだましてますよ。その声がみんなの心にね。頑張りましょう。ね。応援してますから頑張っていきましょう。自分の能力、ちゃんと見つけてね。開発して磨いていきましょう。絶対将来安定して頑張り。 続ければ大丈夫ですからね。応援してますから頑張っていきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。